トマシュ・ベルナルド・ペタは、アスタナの聖マリア・ヒロツカサ教区芸人のカトリック、大司教。2003年5月19日から、カザフスタンの司教会議の議長を務めている。ポーランド語、ロシア語、カザフ語を話し、カザフスタンの市民権を持つ。1976年6月5日、ポーランドグニエズの司教区で司祭に除解された。 1990年8月21日、北カザフスタン地域の湖畔にある、タインシンスキー地域の平和の元記載、マリア賞教区で働き始めた。1999年8月6日、教皇ヨハネ・パウロ2世は彼をアスタナの首都座管理者に任命した。2001年3月19日、教皇庁の決定により、司教に除解された。2003年5月17日、 教皇は、アスタナシトザ管理区を、アスタナの聖マリア広津笠教区と題する広津笠教区に引き上げた。その後の2003年6月16日、アスタナの聖マリア広津笠教区大司教に任命された。2003年5月19日には、カザフスタンの司教会議の議長に選出された。2008年4月1日、教皇ベネディクト16世は、 被災の生活と任務を扱う聖職者賞にペタを加えた。91アクターペストレキセダス1030。ザ・ホーリーシー2018年6月29日閲覧。93アクターペストレキセダス334。ザ・ホーリーシー2018年6月29日閲覧。95アクターペストレキセダス569。ザ・ホーリーシー。 2018年6月29日閲覧。95アクタアペストレキセガス641。ザ・ホーリーシー。2003年6月29日閲覧。100アクタアペストレキセガス263。ザ・ホーリーシー。2018年6月29日閲覧。ありがとうございます。